ました。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。朝8時半、すごく大きなトレーラーが入っている。あ、女性の運転手。なんで座って入る。 これ買っていこう。あ、これも一緒。 岩壁の母記念展示室。 ここで有名な世界一長いベンチ見に行きます。 世界一長いベンチ、1987年に設置。 1989年に当時のギネス世界記録に認定。この日行きましたが、ベンチはメンテナンス中でした。令和6年3月に完成とのこと。エンド。